で、まあ、最近やってるな、新理論、貯めて解放会、アメモプラス。失礼します。翔太さん、翔太さん、翔太さん、おはようございます。朝です。なる。グランド見とる。あ、もうグランド行きます。なるなる。お願いします。失礼します。最近めんどいなマジ。いやほんまそうっすね。なんか心理論とか言ってますもん。いらんねんじゃんお前。何やねん貯めて解放会って。どんなネーミングしてんの。打撃ばっかすもんな。なんかあれ侍がモチーフらしいっすね。なるマジもうおもんないほんまに。あー誰言っても。定着しよっか。なる。明日行きます。おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。はい、中学生レベル。はい、はい、しっかりね。はい、はい、失礼します。振り込めよう。おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。はい、大学生レベルね。はい、うん、もっといくよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。失礼します。はい、はい、おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。はい、はい、高校生レベルやな。すいません。ああもっと売り込め。はい、はい、失礼します。はい、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。お願いします。はい、はい、おい、セミプロ。ありがとうございます。おい、しっかりね。はい、はい、失礼します。え、いいね。よし、はい、おはようございます。しょっす。おー、まあまあまあ、まだ高校生レベルやな。そう、確かにね。はい、はい、はい、うん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、はい、はい、赤ちゃん、なる。はい、しっかりと。はい、よいしょ。はい、まあね、今日もしっかりとやっていきましょう。で、まあ、最近やっとるな、新理論、貯めて解放会。で、この理論を今日も意識しながら、特に打撃面ね、もう点取り合戦や。もうどれだけいかに点を取れるか、そこを意識しながら、やっていきましょう。OK。OK。はい、でもいつも言ってるけども、まあ貯めて解放会はもう侍をモチーフにしよるから。なる。もう我々日本のまあ伝統やな。伝統。まあ侍っていうのは常にこう気を配って。で自分のこうまあなんていうサークルっていうか範囲があってな。そこにあるものを棒状のもので切っていく。これはまさしく野球の打席と一緒や。この意識をしっかりと持ってやっていきましょう。で常にグラウンドでは気を配ってね。侍やったら相手に切られへんよ。常にこう気を配っちょるわけや。なるほど。ここも、な通ずるものがあるから。OK、じゃあやっていきましょう。まずはいつも言ってるけど、肩はめからね。しっかりと肩作って。なんやそれ。黙れ。もっとため作るわ。そうだ。はい、切られた。なる。切られるな、これ。侍と一緒。常に気を配れ。グラウンドでは切られるのは目をすんな。はい。隙がある。Come on.
ぐ食べつく。なる。作って、見返す。はい。なる。まだ早いな。ここが食べて解放はやっぱり長年意識しとるからできとるけど、ここをグーッつって無理返す。で、侍と一緒。はい。ずっと力が入ってる状態じゃ綺麗。はい。なる。ここで一回侍は脱力して無理返る。はい。だからあの速さで言えよ。なる。無理返る。無理返す。力を抜いて無理返す。それが瞬発力。力んでる状態からじゃ瞬発力が生まれない。ね。OK。無理返す。シちょっとすまんな、練習中に中断してもって、ちょっと大事な話やから一回中断しましたけども、まあ、この貯めて解放会、この理論やけども、ちょっと迷ったやけどもな、まあ、正式に解解放と名付けることにしました。今後ね、この解解放理論、解解放スイングを使ってチームの、まあ、攻撃力やな、爆発力、まあ、重量打線に仕上げていく、うん、そういう方針でやっていこう、動いていこう。 OK OK、うん。で、もうこの理論をやっていくにあたって、まあみんなに意識してほしいことが二つ、うん。ね、もう言ってるけどおさらいやけど二つあります。まあ一つ目は、まあ打ち方やな。シンプルに。これ言ってるけども、貯めて解放、解解放は、まあ侍をモチーフにしとるから。で、侍な、こう、相手をこう、シュッと切るときあるやろ。で、この切るときな、あいつら何しとるか言うたら、こう、ぐーっと力入った状態で切ってへんねん。わかる？力入ってる状態から、ちゃんと脱力する。脱力して、切ってる。だから瞬発力が生まれる。そこにね。わかる？打撃も一緒。ぎゅーっとためを作る。ためを作って解放するんじゃなくて、ためを作ったものを一回無に返す。脱力やな。その状態で解放していく。これが瞬発力を生んで、パワーを生んで、まあ攻撃的な、打線につながるから。ここをしっかりと意識していこう。OK。で、特に今この理論、まあまだまだできてへんけどもみんな。一人だけ、できてる宮本。はい、こいつがすごい、まあ、この理論が、吸収が早くてな、もともと霞田スイングしとったんやけども、まあ、この5試合で8ホーマーで、はい、ね、できとって、すごい理論が合っとるから、まあ、宮本をみんな、見習ってな、お前もどん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 ちょっと教えながらやっていこう。活躍してってください。OK。はい、で、2つ目。この理論をそれで意識する。1つ目の打ち方言うてな、2つ目。これが、まあ、気の持ちようなんやけども、やっぱり侍をちゃんと自分の中に持ちなさい。なる。ね、グラウンドおるときは、やっぱり気を配って。いつ相手に切られてもいいように。ね。切らせない。侍なんて命がけや。その気持ちで、な。あ、じゃあね。宮本やったらこれができる。なる。これお前らできるね。していこう。OK。はい。はい。はい。で、逆にちょっと全然できちょらへんやつが、ちょうだいな。はい。あ、はい。このね、侍の気配りってお前全然できてんから。まあ、まず構えてみ。構えたらどうだ。開いた。なる。まあまあ、ええわ。ほんで、まあこの理論で、打撃練習やっていきましょう。で、まあ、まず1週間様子見よう。1週間後、必ずチームは良くなってるから。1週間ね。うん、練習試合も2試合ぐらいあるから、1週間後楽しみにしましょう。そこをね、しっかりとやっていきましょう。はい。でね、だいぶ、解解放をな、それぞれが意識しながらできるようになってきちょるから。うん、だいぶ良くなったね。
練習試合もここ2試合で26得点バー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 、だいぶな、かなりいい形になってきてると思うわ。で、特に宮本な、2試合で8ホーマーすごい、その調子でな、バーしけたろうぞ。ありがとうございます。オーケー、お前の宮本にしっかりと追いついてな、オーケー、できるようにな、やっていきましょう。はい、なんでしょうだ、はい、お前だけやぞ、お前全然意識できてないの。バール、お前もう昨日お前サイン間違えてや、しかしサインから覚えろ。はい、あれだ、はい、はい、じゃあ行きましょう、開放。よいしょ。来とるぞ、確実に。お、学園長。もしもーし、もしもし、学園長、お疲れ様です。どうだ、調子は。いや、もうね、最近は絶好調でして。あの、最近やった新理論がね、型にはまりまして。昨日は、1試合で17得点ですよ。そうかい、期待してるよ。お任せください。確かラグビーは好調みたいにだよ。あ、そうですか、ラグビーも85点取ったんだって。おお、すごいすごい、学園が好調で嬉しいよ。いや、いいことですね、いろんな部活で切磋琢磨できて。いや、嬉しいことですよ。ラグビーは85点で、野球は17点ごときで、何をやらかしてる。なる。いや、学園長、それは種目で点数の入り方って。ラグビーの両手を取りなさい。なる。いいかい、明日の試合は100点取るんだ。100点、もう200点取れなかったら気にしてもらうからね。ほな、お疲れ。あ、そうっすよ、だから部員だけサインで確認っすよ。サインだけど、ほな、もう明日の試合の時点で覚えれるよ。いきます。お疲れ様です。山本さん、サイン確認っす。あ、わかった、先言った、言っちゃった。はい、わかりました。タラタラタラ。